どうもこんにちは。今日はですね、前回の続き、ダイソーのスキレットカバーを作ったんですけども、次はこのニトリ、これだとですね、目玉焼きがちょうど作れるぐらいのサイズだったんで、もうちょっと大きい方がいろんな料理ができるのかなと思って、こっちのニトリの方も買いました。高さもですね、まあ、倍とまではいかないですけど、結構こっちの方がやっぱ高いんで、まあ、いろんなことができるかなと思います。前回のダイソーのスキレットの型紙がこれなんですけど、一回りか二回りほど、こっちの方が大きいです。大きいので、型紙も作り直します。どうなんだろう、5センチあればいいのかな。 4.8 でいってみましょうか。 4.8、 この辺はもう結構適当なんでですね、 4.8 でいこう。はい、こんな感じで 4.8 が取れたので、 4.8 でとりあえず線を引いてみます。これぐらい、 4.8、 うん、大丈夫ですね。 4.8 のこれぐらいにしようかな。両方1センチは間があるんで、10センチで取ってみましょうか。10センチ取って、ここがここにですね、 1.5 センチぐらいの印をちょっとつけます。 1.5 センチぐらいの印をつけて、カーブを作るところですね。カーブをここで作っちゃいましょう。はい、とりあえずこれで型紙ができたということにします。一応皮も2種類前回買ったじゃないですか。皮は前回2種類買って、こっちもあるんですけど、こっちは違うものを作るのに使おうと思うんで、こっち側で厚さもちょっとこっちの方が厚いのかな、若干なんか厚い感じがします。ここと、あ、ここ取れないか、まあ、どっかこの辺とかで取ってみましょう。取れるところで取ってみます。本当はこの線を引いたりするのも鉛筆じゃないものでやるんでしょうけど、現時点でですね、ちょっと鉛筆しかないので、まあ、ここは鉛筆で良しとしましょう。ただ鉛筆で印が書きやすい革と書きにくい革があるでしょうね。これはちょっと書きにくいかな。よし、とりあえずこんな感じで線を引いてます。もう一個、ここはちょっとなんかもったいない気がするんで、この辺で取っちゃいますか。この辺で取れそうだな。型紙も一回あれですよね、作ってで、なんかもうちょっと分厚い紙、段ボール、前回みたいな段ボールとかじゃなくて、普通の厚紙とかで作ったらいいでしょうね。すぐ劣化しちゃいそうなんで。さあ、こんな感じで線を引きました。これをまた切っていきましょう。ああ、ちょっと傷がついてるところが当たったのか。まあいいか、まあ、これも味でしょう。これ裏側にしちゃえばいいですからね。まあ、そういうところに当たってしまうのが、この歯切れの嫌なところになってくるんでしょうね。うん、ずれてますね、だいぶ。ずれてるので、この辺修正しましょうか。で、端を揃えたら、今度はこれですね。こっちで削っていきます。とりあえずこれで目打ちの前の作業として、線をガイドライン、これを引いていきましょう。線を引いたんで、これから目打ちやっていきます。さっきここの刃のところでちょっと手を切っちゃいました。手を切ったけど、まあ気にせずいきましょう。この辺か、この辺からまたスタートかな。とりあえずこんな感じで目打ちができてます。じゃあ次は縫っていく作業ですね。で、前回ここの端っこをぐるっとやって、これの5倍ってやったんですけど、まあほんとギリギリだったんで、
7倍は多分いるんじゃないかなと思います。これで7倍ぐらいで、前回ですね、あの端っこから3番目っていうことで縫っていったんですけども、今回は2番目から縫ってみましょう。じゃあここからスタートですね。進行方向と逆の方にいきます。させるとここが今二重になってます。まあまあとりあえず2周くらいでいってみましょうか。うん、今回ちょっと2周でいってみましょう。これ今ご覧いただいている通りですね、作業スペースが狭いです。作業スペースが狭いので、もしやられるんであれば、やっぱ、作業スペースを大きく取っとかないとやりにくいでしょうね。縫う順番もですね、結構ノリでやってます。まあ、ノリでやっちゃいけないんでしょうけどね、まあ、基本的にノリだけの人間なので。あ、やっちゃった。革をボンドで留めるの忘れてましたね。ここまで来てですけども、ボンド塗るの忘れてました。まあ残りの方だけでも、せめてですね、残りの方だけでも塗っときますか。もう塗っちゃいましょう。テストですしね、これ。でもしかしたらですけど、ボンドがない方が縫いやすいのかもしれないんで、それもあってですね、もう塗って乾くまでの間にもうちょっとでも進めちゃおうと思います。とりあえずですね、だいぶ端折っちゃいましたけども、こんな感じでできてます。途中でボンドを塗り忘れたとかって修正したりもしたんですけども、これどうなんでしょうね、ボンドいるのかな。なんかボンドなくてもちゃんとくっついてはいますけどね。とりあえずこんな感じです。今回は縫い目も一応はできたのかな。この横のコバっていうんですか、この横のところも一応こんな感じでなじませてます。なんかそれっぽい感じにはなったんじゃないでしょうか。またこのなんか色もいいですよね、このキャメル。こういうのってキャメルっていうのかな。なんかこれはこれでいい色だなと思います。で、これ入れる瞬間は結構緊張するんですよね。よし、いけ行かない。ちょっと間が空いちゃいましたね。あ、もうちょっと長めに作るべきだったのか。今どうなんだろう、こうやって持つ分には問題ないんですけどね、この辺ぐらいまであった方がいいのかな。どうなんだろう、結構これ色的にはかっこいいんじゃないですかね。こっちの方がいいかな。うん、ちょっとこの辺シミとかついちゃってますけど、まあまあまあどっちみちね、シミもつくでしょう、使ってればね。でこれが、ニトリのスキレットで、こっちがダイソーのスキレット。どうでしょう、色が全然違うの分かりますかね。もうオリジナルな感じになったんじゃないでしょうか。やっぱりね、刻印
刻印どっかに入れたいなっていうのがあるので、で最近ちょっと調べてたら、ですね、四国の方かな、刻印を安く作ってくれるようなところがあるっぽいので、ちょっとですねそういうところも利用させてもらって刻印も作っていきたいですね。なんか早くキャンプに持っていきたいですね。さあ、あと続いてなんですけども、これですね、これのカバーを作りたいなと思ったんですよ。結構武骨じゃないですか。なんかこうテーブルの上がレザー関係のものがいっぱいあったら、まあ、かっこいいかなと思ってこういうのも作りたいですね。とりあえず思ってるのが、ここをこう切ってこうくるんってなるじゃないですか。くるんってなって、そこをこう切り取って、まあなんかうまいことそこをこう縫えたらなっていう感じなんですけどね。そこだけ取っちゃうか、とりあえず。これが底ですね。底はこれ、この形。さあ、どうしようかな。とりあえずですね、形を取ってみました。こんな感じになるのかな。一応こんな感じですね。結構はしょっちゃったんですけど、まあまあちゃんとできるかどうかわかんないんでですね、これとりあえずテストで作ってると思ってください。とりあえず今考えてるのが、ここに、ここはまず直線で縫っちゃって、ここをこうクロスで縫っていって、この下も最終的にクロスで縫うっていう、まあまあやったことないことばっかりやろうとしますけど、どうですかね、なんとかなるのかな。まあとりあえずやっていきましょう。とりあえず目打ちですね。